こんにちは。りょうです。今日はドイツから鹵獲してきた爆撃機を紹介します。1087支給か捕獲してきた機体についてはウィキに頼ります。1087シュトゥカユンカース1087シュトゥカは？ ドイツのユンカース社が開発し、第二次世界大戦中にドイツ空軍などで運用された急降下爆撃機である。略る翼の福崎で固定足が外見上の大きな特徴で、急降下爆撃機らしいがっしりとした武骨なフォルムを持つ。 全幅13.82メートル全長10.80メートル全高3.84メートル翼面積31.90平方メートル全装備重量3350キログラム持量2273キログラム最大速度310キロメートル H 実用上昇限度7000メートル航続距離1000キロメートル 上昇速度158水平飛行時253流行火時422あとサイレンも今回はこれで終わりですチャンネル登録などなどよろしくお願いします それでは。